私個人的には絶対受けた方がいい。本番になれる。自分がどこをまだやれてなくてわからないっていうのも確認できる。分かってるつもりが受けると分かってないってことが判明するのでね、まあ、あれ受けないと多分分からないし、なんとなく分かってる感じ、結果ができてないってことだっていうのも分かったので、授業とかで受けた範囲内でちゃんと解けてるかどうかっていうところの確認と、うん、で自分は何が分かってて何が分かってないのかっていうのをスパンとこう分けて分かれるので、やってないから受けないのはもったいないんじゃないか、その後の勉強の指針を立てるのにすごい役立ったので、どういった角度で聞かれるのかっていうところが大体パターンとして見えてくる、対策も練りやすいかなっていうところはあります。